まあいろいろいきます。あでこいつはあんまり根元攻めると根元これ蒸気がこれあんまり逃げないんで熱いんですよね。これ火傷しやすいんでちょっとこれはこれでねすごくいい使い方ができるんですよね。なんでこれちょっと僕小林さんという方からいただいたんですけどありがとうございます。で、まあ、こういう縦にこう縦縞が入ってるこれノビーのアイロンなんですけど縦縞入ってるやつはシュッとこう逃げてくれるんですよ、うん、あそうあ結構そうだアイロンあれですよね。皆さんアイロン何買っていいか分かんない人とかいませんかどうですか。あそうそうそう結構温度も200度とかまで上がるやつまあいいんですけど多分結構僕はいいかなって僕の個人の意見なんですけどこれアドストのこのワイドのやつこれ縦にこうでやっぱこれいいっすね。ちょっと高いけどこれ使えますよ。やっぱり180度しか上がらないけどこれ200ぐらいまで上がればもっといいんですけどね。あるのかな200度上がるやつちょっとわかんないですけどこのワイドのやつで200度ぐらいも上がればもっといいんですけどもうこれで180度ですけどこれすごく使いやすいんでもしお店で、まあ強制のアイロン買いたいなっていうんだったらこれおすすめですね。多分きっと伸びもいいんですけどちょっと幅が狭い伸びもいいんですけど、あ、もう揺れてる？地震？違うか。伸びもいいんですけど、ちょっと細いんですよね、ここが。で、ちょっとわかります？この細さの違い。アイロン、あ、なんか内容がアイロン選びに変わっちゃいましたね。揺れてる？大丈夫。アイロン選びに変わっちゃいました。こんだけ幅が違うんですよ。で、ノビーさんはちょっと細いんで細かい作業に使えます。で、このアドストさんは結構全体的に多分普通にスピラー矯正やるんだったらこれいいんじゃないですかね。結構穴たくさんあるしここので、まあ、これはまあいろいろ使えるんでこの人ねウェットで入ってもジュッてあんま言わないですよね。キュンって鳴くみたいな感じなんですよ。なんでまあちょっとただ根元をあんまり攻めるとちょっと怖いよっていう話なんで、温度は220ぐらいまで上がります。本当は上がってるかどうか分かんないですけどで、なんで、まあそのような感じです。あ、あともう一個ねこれ結構メンズで使うやつがあってこれもいいっすよ。これもおすすめで、これ細いもっと細いやつこれで、このぐらい細いやつがないとちょっとやっぱりこうねメンズのなんかすごい細かいとこ困るじゃないですか。で僕結構カールはこれで入れちゃうんですよね。ぐるっとやってカールをメンズのパーマーかけながら矯正かけたりするときはこれで矯正をかけながらカールも入れちゃうっていうような感じにしてます。そうですね、だ結構メンズはこれ使うかなと思うんですけど、はい、こんな感じでアイロンで結構違うんでまずじゃあ何を買っていいかっていう人はこれです。アドストがいいと僕は思います。一番使いやすいもういろいろオールマイティに使えるんでこいつでいいと思います。はい、余裕がある方はいろいろちょっと試してみてくださいっていうような内容がちょっとよくわからなくなってきたんですけどなんかアイロンの紹介になっちゃいましたね。よくわからない。まあいいや。はい。何時？もう11時超えてますね。ちょっと最近営業がノンストップなんで毎日もうなんかちょっと若干無気力状態になってかなり疲れてるんですけど頑張ります。